本日はですね、山陽の滝の茶屋駅の近所の西村屋さんにお邪魔しております。こんにちは。今何をしてらっしゃるんですか？今大手一番人気の塩だれコロッケっていうんですが、コロッケをちょっと揚げさせてもらってます。塩だれコロッケって塩だれで食べるんですか？これはね、味付けが、塩だれ、今まで普通のコロッケで言ったら、コロッケとか多いんですけど、ちょっと味をしっかりとつけたコロッケで、あと牛のすりだったりとか、お肉をしっかり炊き込んで、それでちょっとしっかりとした味付けのコース、なしで食べれるような、ありがとうございます。ということで、コロッケ屋さんにお邪魔してるんではなくてですね、今日はなんと地元でも有名なお肉屋さんにお邪魔しております。今日よろしくお願いいたします。ということでですね、私ちょっと今日はびっくりしたんですけども、神戸牛ですよ。神戸牛がなんと一頭買いで買うからこんな値段になるんですか？そうなんですよ。もうびっくりしたのがですね、この見てください、神戸牛のミスジがグラム598円、498円、神戸牛のイチボが498円ということで、一頭買いってどういうことなんですか？奥様教えていただけますか？奥様でいらっしゃるんですよね。西村さんです。うちの主人がですね、セリで、いい牛を極めて、で、一頭買いって食べて、店舗が、焼肉店2店舗とステーキ店が2店舗ありますので、で、一頭買いして、いろんな部位を全部分けて、各店舗に。タルミと、あと三宮にステーキ屋さんと焼肉屋さんをやってらっしゃるということで、ガサーと買うわけですね、そしたら。そうですね。すごいですね。だからこのお値段でお肉屋さんでも提供されているということで。でも、やっぱり神戸牛って言ったら、高価なイメージとか、贈り物ってイメージがあるんですけど、お家でもね、ちょっと手軽に食べて、もらえるようにっていうので、ちょっと出させてもらってるんですけど、いや、とてもじゃないけど、下々にはですね、なかなか神戸牛ってなんかちょっとこう敷居高いなと思ったんですが、なんかこれだったらここまで来る価値ありですね。そうですね。皆さん結構車で来ていただいたりとか、そうでしょうね、ちょっとね、最初どうしても道分かりにくかったりちょっと不便な場所なんですけど、一度来ていただくと皆さん覚えていただいて、もうすごいですね。で、お肉もたくさんあるんですけども、ちょっと魅惑的なものがたくさんありまして、豚肉もそうなんですが、この筋ですよ。この和牛特上筋、神戸牛の特上筋っていうのもありまして、この脂身が少なくて旨味が違いますとか、これ焼いても食べれるぐらいの柔らかい肉筋です。これめっちゃ売れてるんじゃないですか？そうなんですよ。ですよね。いや、すごいな。本当に皆さん並ばれて、皆さんおでんですか？カレーとか。そうなんですよ。なるほど。おでんとかね、すごいですね。この筋も。他にもいろいろたくさんありまして、スペアリブだったり豚ミンチだったりとか合いびきミンチとか、お肉もですね、焼肉にするものだったりとか、あとですね、神戸牛切り落としっていうことで、切り落としだったらなんとグラム398円とかで。そうなんですよ。一番よく売れてるんですけど、めちゃめちゃ安いですね。これすごいな。これはちょっと私今日はご紹介いただいたんですけど、めっちゃいいとこにお邪魔したなと思っておりまして、で、この豚足ね、すごいお惣菜の豚足とか、あとまかないの丼の具とか、神戸牛ガレー、カレー、タンシチューとかいろいろあるんですけども、なんと肉の日にはですね、牛肉1000円以上のお買い上げで、こう何かいいことあるよっていうふうに書いていらっしゃいます。すごいですね。ではちょっと他の、このせっかくなので店舗なんかもご紹介させていただけたらと思うんですが、これはなんかあれですね、滝の茶屋のぶらりマップっていうことなんですけれども、ちょっと炙り肉工房西村さんのちょっと他のお店もご紹介します。三宮はですね、中山手ですね、中山手の 1-4-25 って、これお近くに何がありますか？東急ハンズのちょっと東寄りのちょっと脇入った、めっちゃ便利のいいとこですね。そうですね。ありがとうございます。こちらの方は焼肉屋さん
ですね。はい。で、あとですね、垂水の方ではですね、炙り肉工房と、あとステーキ屋さんもあるということで、はい。はい、なんかあの、個室があったりとか、なんかすごい素敵な雰囲気で、これもまた今度取材させていただけたらと思うんですが、はい、よろしくお願いいたします。ちょっとメニューの方もですね、あれですね、コースメニューも結構安いですね。そうです、比較的リーズナブルだとは思うんですけど、ね、ですよね。コースもなんか5000円ちょいぐらいでありますね。はい、ありがとうございます。ということで、ちょっと今から呼ばれたいと思いますので、私の放送は終了したいと思います、はいはい。